よりは増税というのが、薄くなると思いますので、やはりある程度の、光ですね、受講生も必要であるということは言えるということを、皆さんにちょっとお伝えしてくださいということで、話がありましたので、お願いいたします。特にあの、ですね、まあ、優待でも割と色が入ったのは中野新区だそうですが、やはり、それでも、舞台から比べるとですね、やや色が薄いのかなということ、まあ、他の品種もそうなんですけど、そういった状況であるということでありますので、まあ、優待でなんとかいいものっていうのはなかなかちょっとこれなかなかかかっていくに関しては影響がありますので、ちょっと優待に関してはちょっと注意が必要かなと思います。よろしくお願いいたします。はい、すいません。